続いては日本被団協が受賞したノーベル平和賞です。来月ノルウェーオスロで受賞式が行われます。広島からも被爆者や高校生らが出席します。現地訪問を前にそれぞれの決意を聞きました。今朝ノーベル平和賞の受賞式に出席予定の高校生4人が原爆ドームを訪れました。案内するのは広島の高校生です。1945年8月6日にほとんどこの真上から真上で原子爆弾が炸裂したので、上のドームの屋根が銅製だったので溶け落ちて、あの奇跡と言っても過言ではない状態で残っています。4人は核廃絶を願い署名活動を続ける広島と長崎、熊本の高校生です。この日は爆心地を訪ねるなどして広島の原爆を肌で感じました。よろしくお願いします。4人が現地オスロに行く前に聞いたのは豊永啓三郎さんの被爆体験。突然ね、私の真後ろでね、ダダーすごい音がしたのよ。怖いでしょ。なんかすぐ家の下にさ、はい、600メートルから光が来たら早いよね。だから母の顔全部やけど、右手もやけど、ほとんどの人がそうだったでしょう。9歳で被爆した豊永さん、88歳の今、若者に思いを託します。今回のプレゼンテーションに被爆者の方の思いを入れようという話になったんですね。その鮮明な感情っていうのを伝えていければいいなと思っています。世界中が注目するノーベル賞の授賞式、高校生たちは広島の思いも受け取り決意を新たにしていました。ノーベル賞受賞ということはとても明るいことだと思われますが、その裏には被爆者の方々が辛い過去、大切な人だったり家族を亡くしたその悲しい過去を思い出して、それを未来につなげている、被爆者の方々がしてきた葛藤を無駄にしないように、そしてバトンを落とさないようにつなげていく義務があると思っています。被爆者の小倉恵子さん、受賞式に合わせて開かれる催しで体験を語ります。核兵器を使ったらどうなるかというのを自分の体験を通して知っていただく。若い人たち、あなたは何をすると言いますね。私は伝える、そこまで、それから語り合い行動を起こすのはあなたたちですよと。一方、日本被団協が受賞式に出席するために始めたクラウドファンディングはわずか1日余りで目標の1000万円に到達。今日の時点ではすでに2000万円を超える支援が集まっています。日本被団協とともに現地に向かう高校生、昨日その姿は原爆資料館にありました。こんなにも恐ろしいことがあったのに、なぜ核兵器はなくなっていかないのかなっていうような疑問が、まずはなんか自分の中で大きくなりました。来月のノーベル平和賞受賞式に向け、広島の惨状を目に焼き付けた4人、託された思いを現地で伝えます。被爆体験経験していないからこそ、こう説得力がどうしてもこうなくなってしまう部分があると思うんですけど、どう補ってその若者の方々の心を動かして、ここから その知って終わりじゃなくて、知ってどう行動に移していただけるかっていうところを大切にして伝えていきたいなと思っています。